にちは。こんにちは。ヤシの木リハビリ訪問看護ステーションの長谷川と山田と土田です。本日もよろしくお願いします。はい、今日は情報移動ですね。まあ、前回情報移動のダメな例を5つのパターン紹介させてもらいましたけれども、まあ、それを踏まえて今回ね、体格差があってできるのか、まあ、土田さん前やってもらったんですけど、だいぶ前ね、あのデスク、はい、ジムデスクを並べて、ベッドに見立ててやったやつで、まあ、結構布団がね動いちゃったりしてたので、まあ、今回介護用ベッドで実際にやってもらいたいなと思っております。はい、まあ、これはね簡単やと思いますので、はい、まあ、前の5つの、ダメな例で紹介した中の、まあ、いい例ですね、いい例の3つのパターン紹介しますので、ぜひ最後までご視聴ください。僕たちヤシの木チャンネルではこういった介護技術を紹介しておりますので、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。では早速実技の方でやっていきます。はい、ではね、情報移動ですけれども、ちょっとまず僕が見本というか、まあ、簡単に復習おさらいやっておきます。まあ、高さ、ベッドの高さはねしっかり上げてください。これが低すぎると腰曲がって痛めますのでね。はい、でベッドある程度上がってきたら、はい、立てる人は膝を立てますとね。でこれ立てれない人はもうしゃあないです。こうなったりこうなったり、あと膝がだんだん伸びてきたりしてきます。まあ、そういう人はもう仕方ないので伸びたままやりましょう。で、まあ、当然摩擦大きくなるんで、立てれる人は立てる。はい、で肩甲骨に手を差しますと、ね、この時に体重がしっかり乗ってるかどうかですね。はい、でお尻ですね、お尻に手を差すと、であとはしっかり頭側にちょっとでも立って体重移動でグッといくと。この時のポイントはね、できたらお尻を押す感じの方がいいですね。はい、じゃあ土屋さんお願いします。はい、はい、じゃあ膝を立てていただいて、はいはいはい、肩甲骨に手を入れて、はい、はい、でここも、はい、そうで左手で押す感じですね。はい、ずっと体重を使って、はい、せーの、そうそうそう、はい、OK です。もうちょっといった方がいいですか。はい、もうちょっといきましょうか。はい、ちょっと枕はね使いになってますけど、今ので OK です。で、はい、今ちょっと土屋さんね自然とやってましたけど、ポイントは土屋さんちょっと小柄なので、遠いともちろん力が入りにくいです。ちょっと向こう行ってもらって、体重体格差があって遠くなると、その分ね体から離れて力が入りにくいし、腰にも負担がかかるので、この時のポイントは寄せながら上げていく、水平移動と上方移動、まあ併用しながら斜めに上げていくっていうのがいいと思います。だから僕の場合やったらこんだけ離れてると、まあ肩甲骨と骨盤に手を入れたとしても上げるのに結構しんどいんで、この状態やったらちょっと斜めに引きながら上げていく感じ、こう、そうすると上げれますよね。でもちろん寄りすぎたらその後真ん中にしっかり戻してあげるっていうようなことは大事になってきますが、はい、じゃあ土屋さんもう一回だけお願いしていいですか。はい、はい、ちょっと下がり気味の今と同じやり方ですか。はい、今と同じ、もうさっき土屋さん自然とやってたみたいに、はい、しっかり手前に引きながら斜めに上げていくような感じ、こっち方向に、はい、はい、いきますよ。ちょっと待って、はい、 OK、はい、OK、 ベッドのここにめがけて上げていく感じですね。はい、せーの、はい、もう一回、はい、まあ、枕がね邪魔な場合枕どけてくださいね。はい、しっかり肩甲骨入れて、はいはい、はい、OK ですね。はい、まあでもだいぶ上がりました。はい、でこのままじゃあ肩甲骨と骨盤をしっかり真ん中に戻してあげます。はい、はいはい、そうですね。で骨盤もしっかり手を入れて、まあ、水平移動の技術は別の動画参考にしてください。 OK ですね。はい、であとはね、まあ、こうでき布団にできたシワとか服のシワしっかり取って褥瘡対策ってことですね。はい、はい、じゃあ今度ね、2つ目のやり方紹介します。ちょっと打っておいてもらって、この2つ目のやり方はね、前回もお話ししましたけれども、まあ、ベッドに上がれる方は上がってください。そのヘルパーさんとか看護師さんによっては、まあ、その施設病院によってはベッドに上がること自体ダメって言われてるところもあるみたいなので、まあ、そうじゃないところ、まあ、ご家族の方ですね、在宅の方とか、あと僕たちリハビリスタッフっていうのは治療のためにベッド上がるのはまあ普通のことというか、まあ、いつもやってることなんで、まあ、こうやっていつもやるんですけど、まあ、簡単に足をしっかり立てた膝に刺して、体をできるだけ向こうに寄せて、お尻骨盤をしっかり持って、あとは体重で押す、グッとね、はい、でこの時も1回で行こうとせずに2回3回に分けてもいいと思いますので、このままグッと
上げていくと、はい、ちょっともう一回降りてもらって、これのやり方のやり方、これのこのやり方のポイントは、まあ布団で寝ている方とか、あとベッドが広い方、ダブルベッド、セミダブル寝ている方の場合、しっかりもうベッドにね乗ってしまってもできるっていうのが一つの利点かなと思います。はい、でこれも左右両方ともできるようになっていると、よりね、どんな場面でも使えますので、ぜひ参考にしてもらえたらなと思います。はい、この押すって感じですね。しっかり寄って体重を利用して押すって感じですね。はい、っていうのがこのやり方です。はい、はい、じゃあお願いします。はい、はい、じゃあ土田さんよろしくお願いします。はいはい、では登ります。はい、はい、じゃあ私ちょっとこっちからね、はい、はい、左足入れさせてもらって、はい、ここ持ちながら、はい、そうですね、この時のポイントはね、ちょっと手で骨盤を浮かしてあげるような気持ちでやってあげるとよりねやりやすいですよね。はい、ちょっと体重でね、はい、もうちょっと上までいきましょうか。はいはい、OK、はい、です、はい、ここまで来たら OK って感じですね。はい、まあただこれのポイントは何回もズル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 やるので、まあ普通のねオーソドックスな方もそうですけど、褥瘡なんかある場合はちょっと気をつけてくださいね、皮膚擦れますので。はい、じゃあもう一個のやり方最後紹介します。はい、もう一個のやり方は、まあ、前回ダメな例で紹介したんですけど、まあ上から引くやり方ですね。まあ、脇からじゃなくて肩甲骨に手を入れて上から引きましょうっていう話をしたんですが、まあそれでちょっとやってみます。はい、はい、この時もしっかり肩甲骨に手を入れて両方ですね、結構ね肋骨の方まで入れてもいいかもしれない、もうがっつり入れる感じで、このベッドの柵ですね、ここにしっかり膝当てたりしながら体重を使って後ろに引く感じですね。ちょっと斜め上に上げるようなイメージの方がいいかもしれないです。この柵に向かってこう上げるような感じ。そしたらうまく上がります。はい。じゃあこれを土田さんでお願いします。で、これのやる時のポイントは、ベッド高すぎると結構引くのに力が返っているんで、このやり方に限ってはベッドをちょっと下げた方がやりやすくなります。じゃあちょっと下げますね。お願いします。でベッドを下げて腰を曲げてこうやるんじゃなくて、本当に体重使ってグッと上げるような、引き上げるようなイメージでいいかもしれないです。はい、結構下げましたけどこんなぐらいで、じゃあお願いします。はい、じゃあ入れます。はい、はい、肩甲骨しっかり手を置いてね、もう前腕に体重乗るぐらいですね。はい、でこのまま斜め上に引き上げるようなイメージ、はい、あくまで手の力使ったら腰痛めるんで、わかりました、体重使ってください。はい、斜め上。斜め上です。はい、せーの。そう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 。オッケーオッケー。行けましたね。いや、行くと思わなかったので、ちょっと今本当に力ほとんど入れてないんです。素晴らしい。はい。今ので成功って感じですね。はい、じゃあ今の3パターン全部僕でね、ちょっとやってみます。はい、これまた僕の方が山田くんに10キロぐらい体重重たいんで、それぐらいの体格差でできるかどうかですね。はい。はい、じゃあまずは、はい。はい、オーソドックスなね、はい、一番一般的なやり方でやってください。はい。はい、ではお願いします。はいはいはい、じゃあいきますよ。はい、おー、いいっすか。はい、いいですね。で、もうちょっと上ですかね。はいはいはい、はい、OK です。よいしょ。はい、で、ここまで上がったらね、はい、だいぶ寄ってるんでね、真ん中に戻してください。はいはい、はい、そうですね。はい、OK、はい、です。で、あと足を戻してって感じですね。はい、はい、バッチリやと思います。はい、じゃあ次、もう一個のやり方で、はい、はい、お願いします。いきますよ。はい、はい、あ、いいっすね。はい、もうバッチリやと思います。いいですか。はい、問題なく。はい、じゃあ最後、上から引き上げてもらいます。そうですね、ベッド下げてもらって、ありがとうございます。はい、まあ、体の一番重たいのがね、やっぱり骨盤なんで、なので本来やったらここを支えるアシストが一番いいと思うんですけど、解除がいいと思うんですけど、まあこれは特例というか別法って感じですかね。はい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 、いきますよ。はい、はい、すごい、バッチリですね。ちょっと入れるときちょっと完全モゴモゴしましたけど、いえいえ、でもバッチリだと思います。はい、と、はい、いうことで今回は情報移動、体格差があってできるのかということで、まあ、3つのやり方3パターン紹介させていただきました。山田くん、ワンポイントアドバイスお願いします。はい、
ちょっとつやさんもそうやったんですけども、まあ、久しぶりにやるということもありまして、うん、最初ちょっとだけ苦戦してましたね。はい、はい、まあ、一発撮りではございません。で、あとですね、やっぱこう手の入れる位置ですね、まあ、いつも言ってるんですけども、しっかりね、まあ、せっかく中身ですけど乗ってるかっていうのはまず大事なところですね。で、しっかりこう乗ってて、そこからですね、思ってるよりこう一気にというか、ゆっくり力を入れるのではなく、こう一瞬の力ですかね、うん、っていうのがすごく大事かなと思います。グッと上げるっていうのがワンポイントアドバイスで、これは必要なところかなと思いますので、はい、はい、ちょっと注意してやってみてください。はい、じゃあ土屋さん感想を、はい、もう感想、今山田くんが本当に言ってくれたことが全部で本当なんとなく私こう肩甲骨と骨盤に入れて、なんとなくじわじわじわっとこう、なんかこう、なんかじわじわしてしまうんですけど、本当に初動でグッと行くっていうことが今日よく分かりました。ありがとうございました。はい、何でもそうですね、情報移動だけじゃなくて、はい、介護、異常です、異常も全部そうです。グッとじりじりっとこう、なんかこう溜めてしまうというか、こうちょっと怖いみたいなのが多分あると思うので、それはね、人間のあれなんですよ、機能で。ちょっとだけじゃあ最後に行くと、はい、ちょっと土屋さんで手を出しておいてください。押さえますよ。はい、じゃあもっとグッと止めておいてくださいね。はい、グッと止めてください。止めてます、止めてます、僕押さえますんで、負けんように。いきますよ、はい、グッとね、うん、こんな感じ。え、じゃあ今度は僕がグッと押す瞬間だけ力入れてみてください。いいですか、うん、いきますよ、いきますよ、せーの、おお、止まるんですよ、ね、なるほど。もう一回、じゃあずーっと入れて、ずーっと入れておいてくださいね。押しますよ。入れてます今。入れてますよ。もう一回グーッとね、下がらんようにして、下がらんように。こんな感じ。はい、じゃあ今度僕が押す瞬間だけ、うん、グッと上げてください。はい、いきます。せーの。うん、止まりますよね、まだね。あー、もう一回、せーの、うん。っていう感じで、瞬発的に力を入れる方が、力って人間入るので、じわじわやらないようにしてください。そうですね。じわじわ良くない癖でしたね、今まで。はい。はい、ということで、いつもコメント、高評価ありがとうございます。ありがとうございます。まあ、これからもこういう形で撮影の方を続けていきますので、ぜひチャンネル登録、高評価、並びに応援のほどよろしくお願いします。お願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。